アラン・ケイアラン・カーティス・ケイアラン・クルティス・ケイ1940年5月17日隊はアメリカ合衆国の計算機科学者、教育者、ジャズ演奏家、パーソナルコンピュータの父と言われることもある。主にオブジェクト思考プログラミングとユーザーインタフェース設計に関する初期の功績で知られている。未来を予測する最善な方法は それを発明することだという言葉でも知られている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校で、計算機科学の准教授、ビューポインツリサーチインスティチュートの経営者の諮問委員。2005年中頃まで、HP 研究所のシニアフェロー、京都大学の客員教授、マサチューセッツ工科大学の准教授を務めていた。マイクロコンピュータ以前の時代に、個人の活動を支援する。 パーソナルコンピュータという概念を提唱した。つまり1960年代当時、高価で大きく複数人で共有するのが当たり前だったコンピュータに個人向けという利用状況を想定し、それにふさわしいコンピュータ環境がどうあるべきかを考えた人物。自らがそう名付けたダイナブック構想の提唱者。コンピュータリテラシーという言葉も彼が作った。 マサチューセッツ州のスプリングフィールドを生まれ、3歳で文章を流暢に読み、早くから才能を見せていた。アメリカでの教育についてのインタビューで、私は、サチカ福岡、3歳の時に流暢に読めるようになっていた。だから1年生の頃には、多分150冊ぐらいの本を読んでいた。そして、私はすでに先生が嘘を言っていることを知っていたと述べている。 コロラド大学で数学と分子生物学の学士号を取得。同じ頃、彼はプロのジャズギタリストとしても活動している。1966年にユタ大学大学院工学部に進学し、修士号と博士号を取得している。そこで、アイバン、サザランドの下でスケチャパドを含む先駆的グラフィックスアプリケーションを開発した。この経験が K のオブジェクトと、 プログラミングについての観点を発展させることになった。ARPA の研究が忙しくなったため、プロのミュージシャンとしての経歴は途絶えた。1968年、シーモア・パパートと出会い、リスプを教育向けに最適化した方言であるロゴプログラミング言語について学んだ。そこから発展して、ジャン・ピアジェ、ジェローム・ブルーナー、レフ・ビゴツキーラの業績や、 構成主義についても学び、それらからも強い影響を受けた。1970年、K はゼロックス社のパロアルト研究所の設立に参加した。パロアルト研究所には1970年代を通じて在籍し、自ら提唱する理想端末、ダイナブックを当時利用可能な技術で具現化した暫定的ハードウェアであるアルトとエンドユーザーが自在に プログラミング可能で、それを全方面からサポートする機能を有する、暫定的環境、スモアルトック開発において指導的立場を取った。このスモアルトック環境の動作するアルト、暫定、ダイナブックを見学する機会を得たスティーブ・ジョブズが、そのアイデアを大いに取り入れてリザ、続くマッキントッシュを開発した、というのは有名な話である。ケイト・パロアルト研究所の同僚は、 オブジェクト思考プログラミングというアイデアの生みの親でもあるすでに言語機能としてのクラスとオブジェクトを備えたノルウェーのウルヨハンダールとクリステンニガードのシ夜やら67があったがこれらの言語機能と自らのアイデアであるメッセージングと組み合わせてオブジェクト思考と称したのはアラン・ケイが最初なおオブジェクト思考は後にビーンストラウストラップによりカプセル化 継承ポリモーフィズムとして再定義される。彼の提唱したダイナブック構想は持ち運び可能な小型パーソナルコンピュータ、ノートパソコン、タブレット、電子書籍の原型であり、ウィンドウ型グラフィカルユーザーインターフェイの先駆けとも言われている。ダイナブックは教育用プラットフォームとみなすこともできる。ため、K は M ラーニングの初期の研究者の一人とされることがある。実際、 ダイナブック構想の多くの特徴が、K も積極的に関与した教育用プラットフォームワンラップトップパーチャイルドの設計に採用されている。パロアルト研究所で10年過ごした後、K は3年間あたりの主任科学者を務めた。1984年から K はアップルコンピュータのフェローとなった1997年にスティーブ・ジョブズが 研究部門アドバンストテクノロジーグループを解散するまで。なお、ジョブスにピクサー買収を強く勧めたのも彼である。その後でフェローを務めたディズニーがフェロー制度を辞めるまで、2001年、子供の教育と関連するソフトウェア開発を目的とする非営利組織を創設。その後、ウォルト・ディズニー・イマジェニーリングの退職者が設立した会社で働いた後、 ヒューレット・パッカードにシニアフェローとして迎えられたが、2005年6月20日に、アドバンシダソフトウェアリサーチチームが解散になると、同時に退職した。現在は、ベポインツリサーチインスティチュートを主催。また2002年から2005年、IPA 未踏ソフトウェア創造事業のプロジェクトマネージャー。2011年秋、ニューヨーク大学インタラクティブテレコミュニケーション。 プログラムでイタップの研究員である、ナンシー・ヘッキンジャーと共にパワフル・アイリス、ユースフル・ツールズ・ツー・アンダー・スタンドス・ワールドと題した、クラスを教えた。このクラスの目標は、伝統的な丸暗記的教育を廃止、根本的かつ強力な概念に基づいた教育、学習の新形態を考案することだった。1995年12月、アップルコンピュータに所属していた K は、 多数の協力者と共にスキクをオープンソースプロジェクトとして立ち上げ、その後も継続して関わっている。スキクはスモーアルトックを拡張し、当時非公開で限られた人間しか参加できなかったダイナブックプロジェクトを広く世界に人材を求める、開かれたプロジェクトとして再開されたものだ考えることもできる。スキク及びその上に実現された。 非開発者向けビジュアルスクリプティング環境、スキクイートス、次世代 3DGUI を模索する仮想コンピュータ環境の初指導にあたる。2001年、スキクのイートスアーキテクチャにおいてインターフェース基盤の限界が見えてきた。K の HP でのグループで働いていたアンドレアス・ロブは、スクリプトプロセスの定義を提案し、いくつかの一般的課題に対処するデフォルトの スケジューリング機構を考案した。その結果、スキクのユーザーインターフェースをさらに進化させた新たなユーザーインターフェース画が,が誕生した。その基盤となるオブジェクトシステムはクラスベースだがユーザーがプログラミングする際にはプロトタイプベースのように動作する。2005年11月に開催された世界情報社会サミットで MIT はアラン系も開発に関与した。 新たなアルプック XO-1 を発表した、発表時が100ドルノート、p c として有名になった。K のダイナブック構想に基づき、K の友人であるニコラス・ネグロ・ポンテがプロジェクトを推進した。K もそのコンピュータの開発に関わり、主にスキクト、イートスを教育ソフトウェアとで搭載することに注力した。K はしばしばコンピュータ革命は非常に新しく、 良いアイデアがすべて一般に実装されているわけではないということを論じている。フスラ1997での講演やチューリング賞、受賞記念講演、タイトルは、ザ・コンピューター・レボリューション・ハズント・ハプンド・イエットでは、スケチャパド、シンやら、スモアル・トックでの自身の経験や商用ソフトウェアの、肥大化したコードについて論じている。2006年8月31日、 アメリカ国立科学財団への提案書が採用され、ベポインツリサーチインスティチュートに数年間資金が提供された。提案書のタイトルは、ステップスワードザリーニアベンションオブプログラミング、A コンパクトプラクチカル、モデルオブパーソナルコンピューティングアズ、A セルフアックスプロレトリアム、プログラミング再発名へのスプ、セルフアックスプロレトリアムとしてのパーソナルコンピューティングのコンパクトで、 実用的なモデルである。K がやろうとしていることの意味は、バークレイにあるインテルの研究所で行った、ミナーの要約から伺い知ることができる。今日では、商用ソフトウェアや多くのオープンソースのソフトウェアは、数億行のソースコードの塊でできている。その機能をカバーできる理解可能な最小の設計なら、どれだけのコード量にできるだろうか ?100 万行 ?20 万行 ?10 万行 2万行史上初の本格的 GUI を備えたとして知られるアルトだが特にアルト OS と呼ばれる専用の GUIOS があったわけではない。パーク内外ではアルト向けに互いに見た目や操作の異なる多数の GUI 環境、UI アプリが開発されていた。その中で特に先行し後続に多岐にわたる影響を及ぼしたのがケイラの暫定。 ダイナブック、すなわち、スモーアルトック環境で、実際、Mac や Win、そして Unix の GUI 環境の起源に関する記述で、あるとが引き合いに出された場合、それは、当時のスモーアルトック環境を意味していることが多い。研究者がスモーアルトックを、単なるプログラミング言語として、狭く捉えていたり、その誕生の歴史的経緯、コンセプトとしての、ダイナブック、暫定環境としての、 スモーアルトック、暫定ハードとしての、アルトの相互関係をよく調べずに書いた曖昧な、記述が世に氾濫しているため、さも、アルト OS のようなものが存在するかのような、誤ったイメージが定着してしまった。K はプログラミングもするが、主だっては、アイデアパーソンである。アルトの制作には、チャックサッカーという天才エンジニアの、スモーアルトック開発には、ダンインガルス。 アデル・ゴールドバーグを筆頭とした天才プログラマらの関与が不可欠であり、K が全てを短期間で実現したかのような記述は原則として誤り。短期間であることがことさらに強調されることが多いのは、アルト初号機の制作機関が仲間内の掛けの対象となっていて、実際それが約3ヶ月強で成し遂げられたこと、あるいは K のオブジェクトへのメッセージ送信というアイデアを ダインガルスがわずか数日で実装してみせたこと。これが、スモールトックのプロトタイプとなった。ちなみに、この時に使われたのは、ベーシックを混同しているものと思われる。5おさむき